全員で全力でしっかり頑張っていきましょう。はい、頑張ろう。よし、今治東中等教育学校ハンドボール部、先月の県高校総体では安定した戦いぶりで見事優勝、11連覇を果たし、今月松山市などで開かれるインターハイに出場します。速攻でも攻めれるし、セットのオフェンスやディフェンスでも粘り強くやっていくのが自分たちのスタイルだと思います。ゴールキーパーでキャプテンを務める松田愛美選手を中心とした粘り強い守りから速攻につなげていく今治東。攻撃の軸となるのがライトバックの3年生吉岡梨沙選手です。苦しい場面で自分がどれだけ力を発揮できるか、チームにチャンスをつなげれるようにしたいです。ここすごい。吉岡選手の持ち味は1対1の強さ、ディフェンスのマークをくぐり抜け得点につなげます。さらに広い視野で味方のシュートも次々に演出、チームのエースとして今治東を引っ張ります。いろんなこう形でシュートを狙いに行ったりとか、ディフェンスの間を割りに行ったりとか、得点を取る、で得点に絡むところに関しては、チームの中心じゃないかなとは思うんですが。この日の練習中、選手たちは何度も輪を作ります。じゃあさっきみたいに点取れるときは点取って、でミスしたらすぐ戻って、絶対真ん中でやられんように、全員で守れるようにしよう。はい、はい、積極的に声を掛け合う選手たち、ここに今治東の強さの秘密があります。中学校の頃から一緒にハンドボールしてるんですけど。ここすごい。中高一貫校である今治東ハンドボール部では、中学生が高校生と一緒に練習を重ねているんです。合わせて6つの学年が一つのコートでお互いを高め合います。今年の高校3年生は高校からの入部者もいるものの、ほとんどが中高6年間共に汗を流してきました。やっぱ信頼はやっぱ強いというか、絆は深いなと思います。磨き上げてきたチームワーク、吉岡選手のチームメイトからの信頼は揺るぎません。ポジションが隣で、自分がやってしまったって思った時に、いつも45度に対してカットに行ってくれてるので、ここぞという時にシュートを決めてくれたり、守ってくれたりしてくれる人なので、とても信頼しています。ところで普段の吉岡選手について聞いてみると、クラスの男子からも女子からもいじられて愛されキャラです。お弁当の時間だったんですけど、ポケットの中に私のチンプリンだったんですけど、それを奪ってポケに入れて、私を追いかけっこしてたら、ポケットの中でプリンが破裂してて気づいたらポケットの中がぐちゃぐちゃで、乾いた時にはめちゃくちゃ臭かったんです個人だけじゃなくて、チームで協力し合ったり、チームで喜び合ったり、悔しがったり、チームプレーが一番の魅力だと思います。苦しい時に誰かが1点決めた時の、その全員で喜ぶその1点が一番いいと思います。地元愛媛でインターハイが開催されるハンドボール、チーム全員で目指すのは今治東の歴史を塗り替える全国ベスト4です。自分たちがやってきたことを精一杯出し切れるようにしたいのと、今まで支えてもらった家族とか周りの人たち、先生とかに恩返しができるような試合にしたいです。全員が心を一つにして、全員で勝ちに行くという気持ちを大切にしていきたいと思います。全員で声かけて
勝ちましょう。はい、頑張ろう。